本日紹介するのは、女優、モデルの池田エライザさん。1996年生まれ、フィリピン出身。池田エライザさんについては当チャンネルで既でに紹介済みですが、前回から情報も更新されているため改めて紹介させていただきます。池田エライザさんはスペイン系のフィリピン人の母親と日本人の父親との間で生まれ、幼少期にフィリピンから福岡県に移り住みました。エライザさんの母親は歌手でモデルをされていた経歴があり、 エライザさんがツイッターで母親のモデル時代の画像を投稿したところ、そのあまりのスタイルと美貌で話題となりました。その遺伝子を受け継いだ池田エライザさんは2009年の中学1年生の時に、ファッション雑誌ニコラのモデルオーディションでグランプリを獲得し、同年10月からは早くも専属モデルとして活動を開始しました。池田エライザさんは2011年公開の映画、高校デビューにて映画デビューを果たし、2015年にはお色気コメディー映画、みんな、 エスパーだよのヒロイン役に抜擢されました。ちなみに同作品ではパンチラシーンはもちろんのこと、大胆すぎる G 行為なども披露され話題となりました。またエライザさんの行為室でのエチすぎる着替え姿が大変話題となり、映画鑑賞中に思わず抜いてしまった方も多いのではないでしょうか。ちなみにこちらの作品は概要欄の URL から実質無料で視聴可能となっており、内容も面白いので気になった方はぜひご視聴くださいね。2017年には映画、 一例してキスにて映画初主演を務めた一方エライザさんは映画や読書好きなども講じて2020年には映画「夏」「至る頃にて映画監督デビューも果たし2019年にはファースト写真集「ピントリータ」を発売し妖艶かつ美しい姿で世の男性の股間を熱くさせましたまた2020年には池田エライザさんに似た女性のハメ撮り動画が流出し話題となりましたが世の中には自分と同じ顔の人間が3人いると言われているので 動画の人物は残り2人のうち1人の動画が出ただけでチャンネル主はエライザさんは全く関係ないと思っていますよ池田エライザさんは現在もテレビや映画にモデルなど幅広く活躍しておりこれからも変わらぬ活躍が期待されますね私たちも池田エライザさんの一層の活躍を期待し応援していきましょうご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは女優モデルアイドルなどを紹介していますよろしければチャンネル登録と高評価 よろしくお願いします。